なんだこれ。どうやら背部の産卵場所に入り込んだようです。始末しろ。破壊しました。司令部に向かいます。よくやった。周囲を調べたら私たちもそちらに向かう。なんか来た。メイ、さっき何言ってた？なんか来てるの。サブマシンガン。こっちの方が強い。
ロア司令官、終わりました。了解した。今からそちらに向かう。着陸地点に接近中だ。プラットフォームまで来てくれ。お、ムービーか。クリア。こいつは驚いたな。光がお前に戻ってきたのならまだ希望はあるかもしれない。我々の数は減るばかりだ。生存者どころか自分たちの身も守れないだろう。光なくして我々はガーディアンなのか。司令官、故障した発電機では生き残れない。波エネルギー変換機で稼働しているが、背部の干渉があり少し困っている。任せてください。ああ、頼りにしてるぞ。まだ安心はできないぞ。司令部を確保することはできたが、艦隊の管理をするにはこの場所全体に電力を送り込む必要がある。ザバラ司令官からお前が志願したと聞いている。作戦は私が仕切る。造船工のホリデーもテクノロジー面でサポートしてくれる。任務は簡単、スイッチをオンにして戻ってくるだけだ。スローアンが言うと何でも簡単に聞こえるでしょ。俺志願してないんだ。なんだあの司令官。まさか私たちを追って。いや、私たちが地球を脱出してからずっとつけ回されている。ああ、ダメだ。どうか。
スロワン、アマンダ、ハイブがそこら中を汚染しています。ホリデー、また空に上がってくれ。周辺の安全を確保するために空の警備を引き続き頼みたい。ああ、その脱出の時に私の船も結構損傷したの。電気が通ったら真っ先にお前の船を修理するよう手配しておく。うん、ありがとう。ここから波エネルギー変換器が見えます。そこにあるスイッチを入れてやればいいだけだよ。システムにアクセス中。ピストンはいくつか動いたけど、でも全然足りない。何かがおかしい。ピストンが動かないんだって。悪いけどそこから出てどうなってるのか見てきてくれる？変換器の不調の原因を突き止める。うわ、なんだあれ。そう、クシャクの手を左右当てて。
今の聞こえましたか？なんだ今。マジで光が消えてゆく。今の聞こえましたか？聞こえましたよ。変換器のプラットフォームに着きました。停止してるピストンを見つけて原因を突き止めて、全部動かしてくれたら十分な電力が流れるはず。どこ？ちょっと待って、こんなとこ当たるの？違うじゃない。